ということで、今回は鹿島戦のプレビューという風な形になります。ついにボードが戻ってきました。ちょっと最近時間がなかなかなくて、ちょっとボードで解説するみたいなシーンが撮れなかったんですけど、ちょっと今回はボードを交えて、試合のプレビューをしていきたいなという風に思います。はい、ということで、まず両チームの状態ですけど、まあ鹿島に関してはあまりチーム状態としては良くないかなという風に見受けられますね。やはりまあルヴァンカップの名古屋戦で2戦連続で負けてしまったところもそうですし、あとは福岡にもね、まあ3失点をホームでしてしまったっていうところ、まあ観客が入ったんでガンバ戦は息吹き返しましたけど、まああまりチームとして、まあ、絶好調って言えるような状態には程遠いのかなっていうふうに思いますね。ただその中でもやっぱり、まあ上田選手であったりとか、荒木選手であったり、まあ、今シーズンすごいポジティブな出来を見せている選手であったり、まあ、後半戦になってからよりポジティブになった選手っていうのもいますから、まあ、そこら辺はちょっとボードも踏まえて、また解説をしていきたいと思います。はい。で、フロンターレですけども、ついに、マルシーニョ選手がデビューをしまして、ベールを脱ぎました。まあ、僕自身もね、まあ、動画でちょろっとプレイ集見てた通りで、まあ、ドリブルができて、で、こう、アジリティですかね。まあ、スルスルっともう、スピードでこう、抜けていくようなドリブルのタイプで、まあ、またその、三笘であったり、あとは長谷川、宮城店。もうこの3人とはまた別のタイプだなというふうに思ってます。まあなんか言うなればやっぱレナトみたいな。まあ2014年とか、12年くらいから13年、14年くらいにいたんですけど、まあそういうブラジル人のアタッカーに似たようなタイプかなっていうふうに思ってますね。なんであとシュートの精度とか、そこら辺のフィニッシュワークのところをちょっと見ていきたいなと思いますけど、まあやっぱりゴール入ったり、ゴール結びついたりか、ゴールに結びつく PK だったりとか、あとはまあアシストの綺麗な落としだったりとか、本当にこうポジティブな面がいっぱい出てきて、鬼木さんの言う通り、こうブラジル人が試合になって初めて出す顔というか、に期待したってところがうまくハマったんで、まあ久しぶりにこう、結果に結びつくというか、交代選手がもう勝利に導くみたいなところ、まあそういうところが見れたんで、まあ今回の場合はスタメン変えた選手ですけど、代わりに出た選手っていう形になりますけど、まあすごくポジティブだったかなと思います。ただ、まあちょっと今回のスタメンのところでもお話はしますが、ちょっとまだスタメンでは、この試合ではないかなと思ってます。はい、そしてですね、まずスタメンについて。鹿島に関しては、もう前節と変わらないかなと思います。まあ、お互いの攻め方みたいなところだと、やっぱりまあ上田綺世が起点になるかなっていうところと、まあやっぱりカウンターですよね。荒木選手が、まあ記事でもコメント出してた通り、まあ少ないチャンスを決めきるというふうに言っていたんで、まあやはり、そのアントラーズの通り、まあ圧縮をして、カウンター、ブロックをちっちゃく狭く圧縮をして、奪い切ってカウンターと。で、まあそこで、まあディエゴ・ピーティカ選手であったりとか、あとはミサオ選手のボール出しですね。そこを活かせる、まあこの布陣はすごくいいんじゃないかなと思います。上田綺世選手が、まあカウンターの起点にはなるでしょうけど、まあ、ファン・アランド選手であったり、荒木選手。まあ、この二人もオフ・ザ・ボールとか、非常に優れている選手なんで、まあ、誰がボールを持っても非常に攻撃停滞せずにカウンターは進めるんじゃないかなというふうには思ってます。まあ、泉選手も何でもできますしね。はい。そしてフロンターレですけど、ちょっと僕の期待も入っていますが、谷口選手、あと車井選手、この二人、復帰の予想を入れています。ですね。旗手選手に関しては、もう名古屋戦の、前半戦の、首位決戦2連戦でも、2試合ともスタメンで出てたんで、これからもずっとスタメンだろうっていうところで入れています。で、まあ、谷口選手に関しては、もう、そろそろ練習にも入ってるって聞いているんで、黒柳選手もですね、そろそろちょっとスタメンで見たいなっていうところと、まあ、やっぱり、のぼりと、ジェジェ、この二人がやっぱり結構疲労できつそうだったんで、まあそこで、ちょっとこう、プレイタイムのシェアというかね、ができればなっていうところで、ちょっと山村もきつそうな感じがするんで、この二人は欲を言えばシェアしながらやりたいですし、まあまずやっぱジェジエですよね。が休ませて、谷口選手かなと思います。ちょっとまあ、このチョイスに関しては、かなり悩ましいところではありますね。で、まあ、アンカーには清水選手戻ってきますし、イエナガ選手もウィングで、あとダミアン選手も徳島戦出ることなく、
試合を終えられたので、まあ、スタメンに戻ってくるだろうと。で、ここには宮城選手ですね。はい。で、マルシーニョ選手がポスタメンじゃないっていう理由は、僕、個人的には守備面にあると思っていて、結構、意外と近くにボールが通ってる。例えば、そうですね。ここら辺にボールがあった時に、割とここら辺にいても結構素通りするみたいなところがあったので、意外とこの守備というか、の強度というかね、その意識みたいなところはもうちょっとプラスで欲しいなと思いつつ、まあ、鹿島戦みたいに非常にこう、球際激しい展開になると、ちょっとここでね、まあ穴になってしまったりとか、あとはまあ家長選手がそんなに守備で激しく動くタイプではないので、まあここでも、ちょっとこう、家長選手の分も守備をするじゃないですけど、いざとなればちょっと 4-4 に気味に守る。こんな感じですかね。で、ちょっと戻ってこれるような選手の方が、まあこういう試合展開の方は非常に適するかなっていうふうに思うので、まあまだリカバリー効くっていうことで宮城選手、スタメンの予想に入れています。はい、さて、ではここからはですね、試合のポイントとなるところを、まあもうすでに使ってますけど、ボードを使って説明をしていきたいと思います。まあ、今回は川崎のボール保持と鹿島のボール非保持で、まあ、フロンターレがボールを持っている時の、まあ、攻め方と鹿島のカウンターに行くまでの道筋っていうところなんですけど、おそらくフロンターレはまあいつも通りですけど、ここのペナルティエリアの角のところ、ここのところをパス交換をしながら崩していくっていう形になると思います。で、鹿島が狙うのはもう全く同じところ。で、ここでパスを回されているときにしっかりとブロックを圧縮しますと。で、こういったところで、ごちゃごちゃっとなってると。で、ここのトライアングルだったりを作って、回している間に、ここで、ギュッと圧縮することによって奪い切って、上田綺世にボールを預けると。ガンバ戦に関しては結構ロングボール上田綺世に預けるシーン目立っていたので、ここのペナカドでごちゃごちゃっと回してる間に鹿島としては奪い切って、で、ここで起点を作った後に、ファン・アランド選手や荒木選手絡んでくると。で、余力があればボランチも絡んでくるかもしれないし、もしかしたらディエゴ・ピティカ選手に、こっちか、ボールが入って、で、この3人生かしたスルーパスが出るかもしれないと。そういう攻撃の形をやってくるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、相馬監督なんで、しっかりとこう、片側を圧縮したような守備をしてくるんじゃないかなと思います。それとあとですね、前回対戦の前半戦でシミッチに対して、一切、鹿島はマークつけてなくてですね、ここでフロンターレとしては、ここ起点にサイドに振って、こう、なかなか相手としては絞りきれないような、スライドを何回もするような展開を作って前半は圧倒できたわけですけど、まあ、後半になってからちょっとシミッチの日の疲れであったりとか、あとは、まあ、しっかりとマークをつけられてしまったので、まあ、ここを起点に前半までは回すことができなくなってしまったっていうふうなところがあったので、おそらく、鹿島戦、この試合、最初、鹿島も前半からこういう風にマークはしっかりとつけてくると思うので、それに対して、まあ、フロンターレは攻撃としては、ここで回し続けるだけじゃなくて、しっかりと圧縮した逆サイドのところを使ってあげる。こっちもそうですね。逆サイド使ってあげる。もちろん逆もそうで、こっちにボールが入って圧縮をしていたら、逆サイド開くんで、こっちを使ってあげると。ということが非常に大事になるかなと思います。で、その場合ですね、結構大事になるところ。注目選手っていうところで言うと、まあ、鹿島に関してはやっぱり上田綺世選手。今まで以上にここを起点に作るっていう意思がすごく見えるんで、まあ、できればね、高さだったり強さっていうところで山村選手であったりとか、もしかしたらジェジェ選手だったりとか、っていうのを使いたくなるかもしれませんが、まあ、ここでしっかりと彼が起点を作れるかどうか、まあ、フロンターレからすれば逆にここを潰せればかなり、鹿島が前に出てくる時間っていうのを減らせると思うんで、ここのマッチアップ、センターバックと上田綺世、ここはすごく大事になるかなと思います。で、フロンターレに関してはやっぱり旗手選手ですかね。
まあ、ダミアン選手がもうセンターバックの質っていうところではかなり鹿島弱いところがあるんで、まあ、ここのバトルをいかに作れるかっていう意味ではダミアン選手かなと思いますけど、まあ、シミッチ選手がアンカーでマークをぴったりつけられてしまった場合、もう一回逆サイドに振るとか、そういう風な役割ができるのっていうところで言うと、まあ、旗手選手かなと思いますし、まあ、中長距離のキックができる。まあ、旗手選手がかなり鹿島の守備の狙いにはまらないためには、すごく重要になるんじゃないかなと思います。まあ、それだけじゃなくて、脇坂選手も何気に鹿島戦点取ってますし、まあ、家永選手も、出場した鹿島戦では全く負けてないんで、まあ、そういうところのジンクスであったりっていうところも期待をしたいなというふうに思います。はい。ついにね、マリノスが名古屋に負けて、で、この試合勝てば勝ち点7差っていうところで、2試合負けても、フロンターレ追いつかれないっていうところになるので、ぜひ勝ちたいですね。もうマリノスが1個でも負ければ、3個、フロンターレが負けない限り大丈夫っていうところになるんで、まあ、それだけのアドバンテージが本当に得られる。もう本当に難しい試合になると思いますけど、本当にここで勝ち切るかどうかっていうところは、もう優勝するにあたってすごく、大事になると思いますし、いつ帰ってくるんでしょうね、大島選手。もうシーズン終盤ね、彼が帰ってくるまでにしっかりと勝ち星を積み重ねられれば優勝固いんじゃないかなというふうに思ってますんで、まあ、鹿島には行けないですが、私もダゾーンで応援したいと思います。